ヒコキコを演奏してみたいと思います。ビッグカフェがヒコキコを演奏するとどうなるかというとね、ヒコキコっていう曲は、まあ、ブラジルの私の3番の曲なんですが、鳥が木をつついてるという、このつついてるのがタカタカタンタンタカタンタ、それも再現しながらやっていたので、ね、どっかでこう叩くシーンができますが、入ってところを見たら拍手を入れてくれる、すべて面白い、そういうの参加されるわけですけど、あとはですね、鳥がさえずるの小さな音もありますが、曲でいかに大きな音で弾くか、もしくは小さい音で弾くか、こういうことですね。だから大きい音で弾くか、ピアニッシモとフォルテッシモにどうしてその使い分けをするか、なんかその辺もね、いろいろこうアレンジをしてくる。オーケストラなんかやるとピアニッシモの部分とフォルテの部分があったり、いろんなこのバランスを見ながらやるのが非常に面白い。全員でやるとそのピアニッシモはピアニッシモで面白いし、フォルテはフォルテで面白い。オーケストラが面白い。では、2人でちょっとヒコヒコやりますが、まずは谷田さんが先ほどの私のバーストみたいなジャンジャンジャンが出ますので、そういうところで、しばらくアドリブを撮ってみたいと思います。同じシーンからいきますね。先ほどの続編から始まります。では聞いてカメラヒコヒコです。Thank you.
良い子は真似しないでください、ね、ウェットがボロボロになります。